に100勝したらマー君をクローザーで試していいんじゃね。そしたら則本を先発に戻せるよ。言うほど締めくくれるか。200勝したら気が楽になって残り勝ちまくりそう。現代プロ野球で通用する球投げてないから無理。チャンスタイム提供するだけ。来年投げれるん？大野と同じやつやろ。あいつ全球したぞ。あと3勝なら中継ぎにでもすりゃ1週間くらいで達成するやろ。トミー・ジョンするやろ。さすがに牧原みたいな話やな。マー君クローザーじゃダメなん？開幕間に合わんけど。楽天ってそんなゆとりローテじゃなくない？マー君クローザーにする方がいいと思うけど。普通に則本よりマー君にやらせるべきだろう。先発できなくなってきてるからこっちを抑えに回すのかと思ってたけど違うのね。今年のマー君を先発ローテで使う。そのレベルの先発の層のチームがチーム最多投球回の先発をクローザーに転向させるってお笑いかな。ぶっちゃけそこが見えてきたマー君ならまだしも、バリバリ投げてたワークホースの則本をクローザーってチームにも選手にもマイナスだと思う。ご視聴ありがとうございました。